海と日本。ここはデザインのプロを育成する熊本デザイン専門学校。広告デザインなどを学ぶこちらのグラフィックデザイン科では、地元の海の魅力を PR するポスター作りに挑戦。今年の海ポスコンテストに応募することにしました。参加を決めた理由について、普段関わりのないような方々や一般の方々の評価、もしくはこのコンペの審査員の方々の評価をいただけるっていうのは、とてもいい貴重な体験ができるんじゃないかなというふうに思ってます。海ポスは写真や絵の中にキャッチフレーズを入れて作ります。こちらの生徒は宇土市の長べた海鐘楼をモチーフにポスターを制作しました。長べた海鐘楼のその街灯を線香花火に見立てて、その綺麗な景色なので来てほしいなということで作りました。若い世代ならではのスマホ画面をイメージした作品もあります。なんか SNS で見てるっぽいなみたいな、そういうところで目に留まりやすくて記憶に残りやすいような感じになったらいいかなと。みんなこの景色、絶景だけ見てみたいな。コンテストはポスター部門とポストカード部門の他に、インスタグラムで応募する部門もあり、熊本デザイン専門学校では様々な海ポスが完成。熊本の海を PR する魅力的な作品ができました。熊本の海を盛り上げるぞ。海と日本。